はいどうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそということで、今回は、今日、サスケの誕生日ということで、まあ、この動画出すんですけども、まあね、サスケの誕生日ということで、イベントでね、いろんなサスケのね、任務やっております。イベントとかね、まあ、これとかもありますし、これ、ということでね、まあ、一番上の落ちた瞳はね、僕もう500万まで溜まっております。まあ、固有人具ね、まあ、もう一つ、全然あってもね、いいので、この固有人具は。これ、新しいね、このサスケが星6覚醒もしてめっちゃ強くなったんで、さらにまあこのサスケの星62体持ちっていうのも全然ありだと思うので、まあこういうリングだったらこういうリングも2つ欲しいので、まあガッツし回っております。まあ前回のキュービチャクラのリングの時よりかは、今回はめっちゃポイントが貯めやすくなっております。まあ特攻がまあ手まりとメイで、まあ、僕2人持ってるんで12倍で24倍は確実にあるっていうのもでかいですね。前回は確か12倍と4倍、だからクシナが4倍なんですよね、12倍じゃなくて。でミナトは12倍で、合わせても16倍で、ミナトは特攻じゃあ人道レベル上げたんで15になってたんで、まあでクシナも人道レベル上がってて 4.5 倍だったんで、まあちょっと僕は倍率高かったんですけど、まあ今回は12倍が2人いるんで、で、まあ、あとは他のやつ入れたりとかで、まあ、結構簡単に周回してて、ポイントも貯まるし、倍率高いので、まあ、普通にサスケが1人出てくる時があるんですよ。で、サスケが1人出てくる時は、ポイントが高くて、まあ、特攻、僕が持ってる特攻だと12万ぐらい、もう一気に入るので、1回で。なので、まあ、簡単にポイントも貯まるので、まあ、あと7日あって500万なんで余裕で、まあ、こういうリングゲットできるんじゃないかなと思います。で、まあ、こっちのね3週連続ダメージランキングイベントの方は、まあ、水月と、カリンの方は無事両方5倍以内に入って、まあこの水月とカリンのこういうリングはゲットできております。まああとは15のやつもゲットできればいいかなと思います。で、まあサスケのとあのこういうリングのこれ2倍以内に入るともらえる、15の細胞はまあいらないかなと、まあ諦めようかなと思います。まああってもなくてもどっちもまあいいと思うんで、僕はまあゲットできたらしたいですけどね。まあとりあえずは最低限まあ15のコユニングだけはゲットできればいいかなと思います。はい、ということで今回メイン24時間限定のウチャサスケ誕生記念フィーバーガチャ引いていきたいと思います。ということで、内容一覧、まあ、サスケ超人祭限定のこのサスケが復活ということで、これは欲しいですね。で、あとはこれこのチロリエイトの、サスケも、まあ、期間限定だったんですけど復活ということで、これも欲しい。まあこのどっちか、まあ、出てくれたら僕は満足かな。で、まあ下の3体はまあ持ってるということで、まあどっちでもいいかなと思います。で、初回が10連星51枚以上確定で、無料で引けるということで、もう超太っ腹。まあでも星5なのでこっちも出るんですよね。はい、こんな感じで出るんですけど、で、まあ、フィーバーガチャなので、まあ、この10連、初回無料引いたら、まあ、80% が 100% までいくはずなので、まあ、今回は20連。まあ、エナジーじゃない、隕石は50個しか使わないんだけど、20連引いていきたいと思います。で、このフィーバーの時は、もうサスケが絶対出るので、まあ、この中のどれかが絶対出るということで。まあ、これだ、フィーバーの時だと 3% の確率で出ます。普段はね、1% なんだけど、超人祭のやつね。まあ、できれば超人祭のやつ欲しいですね。とりあえず、初回無料で引いていきたいと思います。ここはサスケ欲しいね。この無料の時で。無料でさ、あの、青田の超人祭限定出た人めっちゃすごいよね。めっちゃ運いいよね。お、来た。サスケ。おお、オッケー。この前のね、期間限定のサスケ出ましたね。オッケー。まあ、あとは超人祭限定のやつが来てくれればもう大満足なんですけど、どうですかね。ここで出てくれてもいいんですよ。虹色来ない。燃えない。緑からの、お、来た。虹色超人祭限定、来い。ああ桜、あれこれ持ってたっけ。フィーバー突入ということで、次も引いていきます。まあこの桜は持ってる。いやでも嬉しいね、このサスケはゲットできたのは。期間限定でも手に入んないのかって思ってたんですけど、まあ見事手に入ってよかったです。はい、ということで星5サスケ1枚以上確定ということで10連引いていきたいと思います。はい、さあ今ね P マイルもあの3倍キャンペーンみたいなのやってるので、まあいいですね。はい、最大あと20連追加
で回せます。はい、サスケ、星5サスケ超人祭。うわー、これは一番ねいらない感じかな。お、来た、まだあるよ。オロチマルかい、オロチマルか。いやでもまだあるよ、3枚出る時もあるからね。あるよ。ないね。来ないね、来ないね。はい、お、来た、あるよあるよあるよ。うわー、まあサスケだけど。サスケだけど、あーくそー、でんかった。で、フィーバーが 60% なのか。で、最大、まあ、今後のイベントで86個もらえるので、人石が。次の1周年記念で。まあ、400は行くかな。まあ、いろんなイベントとか合わせたら、400は多分、人石行くので、まあ、iOS1 周年記念のね、サスケとナルトもね、欲しいんですけど、まあ、あれ60連回せれば、まあいいかなと思ってるので、まあ、あと追加で20連は回せるかな。とりあえずじゃあ単発で、次の動画でフィーバーにさせて、まあエナジー、あ、じゃあ人石を、消費を、ね、抑えて、フィーバーもう一回引きたいと思います。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上、たくみでした。じゃあね。